エドガー・アランポー咲く。リー・サンボー役暴露させる心臓。本当なのです。私は神経質に、それもかなりひどい神経質になっていたのでございます。それは今も続いております。それなのに、どういうわけであなた様は、私の気が触れているなどとおっしゃるのでしょうか。 病気のせいで神経が過敏になっていただけのことでございます。私の精神は鈍りも壊れもしてはおりません。何よりも聴覚が人一,一倍鋭くなっていたのです。私には天井と地上のどんな音でも聞き取ることができました。地獄の音もたくさん耳にしました。それなのに、 どうして私の気が触れているのでしょうか。それなら、どうぞよくお聞きになってくださいませ。私がいかにまともに、いかに落ち着いてことの一部始終をお話しできるか、お聞きになるとよろしいでしょう。どうしてこういう考えが最初に頭に浮かんだのか、自分でもわかりません。でも、一旦思いついてしまうと、 朝から晩までその考えが頭について離れなくなってしまったのでございます。目的などあろうはずもございません。怒りで恨みが募っていたというわけでもないのです。私はあの老人を愛しておりました。老人から不当な扱いを受けたことはついぞございません。 私を侮辱するようなことは決してございませんでした。あの老人の財産が欲しいと望んだこともありません。ああ、そうです。あの老人の目だったのです。そうですとも、間違いございません。あのハゲタカのような目、幕の張ったどんよりとしたあの目なのでございます。 あの目で見られると、決まって体中の血が凍りついてしまったようになるのです。そういうわけで私は徐々に、次第次第に、あの老人の命を奪ってやろうと心に決めたのでございます。そうすれば、永久にあの目から逃れられるのですから。さて、ここが肝心なところでございます。 あなた様は私が狂人だと思っていらっしゃる。狂った人間なら何もわかりはしないでしょう。そう思いなら、私を見ていただければよかったのです。私がどれほど賢く立ち回ったか、用心には用心を重ね、先の先まで考えて、老人に気づかれぬよう、どんなにさりげない風を装って行動したか。 見てくださればよかったのです。あの老人を殺すまでの一週間と来たら、私はこれ以上ないくらい老人に優しく接しました。そうして毎晩、真夜中頃になると、老人のいる部屋の扉の掛け金を外して開けたのです。そーっとゆっくり静かに、私の頭が差し込めるくらい開けて、 一筋の光も漏れないように、すっぽりと全体に覆いをかけた真っ暗なカンテラを差し入れて、それから自分の頭を中に入れました。きっとこれをご覧になったら、なんてうまい具合に頭を入れたんだ、とお笑いになるはずですよ。私は自分の頭をゆっくりと、それはそれはゆっくりと動かしました。 ですから間違っても老人の眠りを妨げるようなことはなかったと思います。扉の隙間から寝台で眠っている老人の姿が見えるくらいまで自分の頭を入れるのに一時間もかけました。どうです。狂人にこんな賢い真似はできないでしょう。そうして首から上だけ部屋の中に入れてから、 ランタンの覆いをそろそろと外しました。本当にゆっくりと慎重に外しました。ランタンの要がきしむものですから。細い一条の光の筋が、励ワしのような目の上にかかるまで、ランタンの覆いを開けました。私はこんなことを七番も続けて、それも毎晩、きっかり深夜の十二時に、 でも自分の目はいつもしっかり閉じておりました。ですからそんなにすんなりとはことが運ばなかったのです。私を苦しめたのは老人ではなく、あの身の毛のよだつ目なのでございますから。というわけで、毎朝夜が明けますと思い切って老人の心情へ入っていき、優しい声で老人の名を呼び、 昨晩はよくお休みになれましたかと、あえて聞いてみたのです。私が深夜の十二時に、老人の寝姿を覗いていたのではないかなどと疑っているようなら、かなり勘の鋭い老人ということになりましょうが、8日目の晩、いつにも増して、慎重に新所の扉を開けました。私の動きに比べたら、 時計の長子の方がもっと早く動いたはずです。この晩ほど自分の能力の凄さ、自分はなんて賢いのだと思ったことはございません。勝ち誇った気持ちを抑えきることができないくらいでした。私が老人の心所にいて、扉を少しずつ少しずつ開けているということ。 私の密かな行いも考えも、老人は夢にも思っていないのでございます。こういうことを思って、一人で北えんでおりました。でも、笑い声が聞こえたのでしょうか。老人がびっくりしたように急に寝返りを打ったのです。私が後じさりしたのだろうとお思いでしょうか。いいえ。 とんでもございません。老人の心情は漆黒の闇、真っ暗なのでございます。窓はぬすっとに入られることを心配して、鎧戸でしっかりと塞いであります。ですから扉が開いているのを老人に気づかれるわけはないと思い、慌てないようじわじわと扉を押し続けました。頭だけ中に入れて、 ランタンの覆いを外そうとしたとき、ブリキの留め金の上で手が滑ってしまい、とそのとき、老人が起き上がって、誰だ、と怒鳴ったのです。私は物音を立てないようにじっとして声も出しませんでした。ゆうに一時間もの間、筋肉一つ動かさずにおりましたが、 老人が寝床に身を横たえる音も聞こえてきませんでした。耳を澄ましてずっと体を起こしていたのです。ちょうど私のしていることと同じように、よごとよごと壁の中のシバムシの立てる音に耳を傾けていたのでございます。そのうちにかすかなうめき声が聞こえてきました。その声は 死に対する恐怖から出たうめき声だということがわかりました。苦痛や苦悩でうめく声ではございません。恐れが限界を超えたとき、魂の奥底から湧き上がってくる息を押し殺したような低いうめき声です。私はこの声をよく耳にします。それは私の胸の内から湧き上がってきて、 恐怖が恐怖を生み、反響乱になりそうな恐ろしさを募らせていくのです。私がよく聞く声なのです。そして、老人が何を思っているかもわかっておりました。私は内心では面白がっていたものの、老人に憐れみを感じていました。最初にかすかな物音を耳にして、 床の中で寝返りを打ってからというもの、ずっと眠れずにいたようでございます。それ以来、恐怖心がどんどん大きくなってきたのでしょう。偶然のいたずらだと考えようとしたのでしょうが、できないのです。それで自分にこう言い聞かせているのです。今の音は暖炉の煙突に風が吹き込んだだけだ。 床の上をネズミが通っただけだろうとか、コオロギがちょっと泣いただけのことだと、こういう風うに考えて自分で自分を慰めていたのです。でも、こんなことをしてみたところで何にもなりはしないのです。何をしても無駄なのです。というのも、 老人に忍び寄ってきた死神が黒い影であたりを覆い、老人を影の中に封じ込めてしまっていたのですから。老人の目に見えずとも、耳に聞こえずとも、私がじょに頭を入れているということが老人に感じられるのは、この姿の見えない影が発する力のせいなのでございます。 老人が床に横になる音も聞こえぬまま、随分長い時間じっと辛抱して待っていたのですが、私は少しだけ、本当にほんの少しだけ、ランタンの覆いを開けてやろうと決心しました。そして覆いを外しました。どれくらいそろそろと、ひそやかに外したかとてもお分かりにはなりますまい。 そうしてやっと雲の糸かと見まごうほどの一筋のぼーっとした光が、外した覆いの隙間から漏れて、はげわしのような目の上いっぱいに刺したのです。目は開いておりました。大きくぱっちりと見開かれていたのでございます。その目を見つめていると、腹の底から激しい怒りがふつふつと湧き上がってくるのです。 私には老人の目がはっきりと見えたのです。骨の髄まで凍りつくような目。気味の悪い膜の張ったどんよりとして正気のない青い目。私には老人の顔も体も見えません。うまく理屈で説明できないのですが、本能と言いましょうか、私は真っ先に、あの忌まわしい目に光を向けてしまっていたのです。 あなた様は私のことを狂人だと勘違いされておいでのようですが、それはただ私の神経がひどく過敏になっていただけのことなのだと先ほどお話ししたと思いますが、今度は低く鈍い気ぜわしい音が聞こえてきたのです。時計を綿でくるんだような音です。この音も私がよく耳にする音でした。 その音は、老人の心臓の鼓動なのです。太鼓の音で兵隊たちが奮い立つように、その音は私の怒りを煽るのです。それでも私は気持ちを抑えてじっとしておりました。息も止めていたくらいです。ランタンも揺らさないように持っていました。光線を目に当てたまま。 どうやったらこの状態でじっとこらえていられるか必死だったのです。その間にも心臓の気味の悪い脈動は大きくなっていきました。脈動の感覚は次第に短く小刻みになり、いよいよ大音響になってきたのです。間違いなく老人は極度の恐怖感で怯えていたのです。 私は神経質な性分だとお話ししたことを気に留めていただいていますでしょうか。全くその通りでございます。夜中の全てが寝静まった時刻に、あの古びた屋敷の恐ろしい静けさのただ中で、あの異様な音がいても立ってもいられないほどの恐怖心を煽るのです。 それでも数分間は自分の気持ちを抑えてじっと立っておりました。ところが鼓動はどんどん大きく高くなっていくではありませんか。心臓が破れてしまうと思いました。と、今度は今までとは違う不安に襲われたのです。この音はきっと林家の住人にも聞こえてしまう。もう来るべき時が来たのだ。 私は大声を上げて、ランタンの覆いをさっと外し投げ捨て、部屋の中へ飛び込みました。老人はうわっと一声悲鳴を上げました。悲鳴はそれっきりです。私はすぐさま老人を床に引きずり下ろすと、重い寝台を動かして、老人をその下敷きにしました。 ことがここまで済んでしまうと、私は快適な気分になって、顔がほころんできました。心臓の鼓動はしばらくの間、綿でくるんだ時のような音を立てて鳴り続けていました。でももうその音で不安に駆られることはありませんでした。よもや壁越しに隣人に聞こえることはないでしょう。 やがて音は止まりました。老人は死んだのです。私は寝台をどけて老人の死体を確かめました。やはり思った通り、老人は死んで石のように固くなっていました。私は老人の胸に手を置いて何分間もじっとしていました。心臓の拍動はありません。 完全に老人は死んだのです。もうあの目に苦しめられることもありません。あなた様がまだ私のことを狂人だと思っておいでなら、私が知恵を働かせ、念には念を入れて、どれほど巧妙に老人の遺体を隠したかをお話しすれば、あなた様も思い直してくださるでしょう。 夜も更けてきましたので、私は物音一つ立てず、急いで仕事に取り掛かりました。まずは死体をバラバラにしました。頭と腕と足を切断したのです。それから新所の床板を三枚外し、床板を支えている横木の間に全部投げ入れたのです。 それから床板を元通りに、それもかなりうまくはめ込みました。誰が見ても、たとえ神が見たところで、どこにも不審なところは見当たらないはずです。洗い流すところはどこもありませんでした。しみも血の跡もついてはいませんでした。用心には用心を重ねてことを行ったのです。 風呂桶が血も何もかも皆受けてくれたのですから。ははは。すべての作業が終わった時には、もう午前四時になっていました。外は真夜中のように真っ暗です。四時の鐘が鳴った時、表の戸を叩く音がしました。私はすっきりした気分で下へ降りていき戸を開けました。 何を恐れることがありましょう。三人の男性が入ってきて、柔らかな態度で、自分たちは警官だと告げました。夜中に林家の人が悲鳴を聞いて、何か悪いことでも起こったのではないかと警察に通報してきて、そこで自分たち警官が屋敷を捜査するために来たのだと言いました。 私はにっこり笑いました。何をおじけづくというのですか。三人の警官を喜んで中に招き入れましたよ。悲鳴は私が寝言で叫んだのでしょう。老人は田舎に出かけてここにはおりません。私は警官にそう伝えました。そして屋敷中を案内したのです。 屋敷中、くまなくお調べになってください。どうぞ念入りに、と言いました。そうして、老人の新所まで案内しました。私は警官たちに老人の財宝を見せました。荒らされた形跡など全くございません。自分は疑われていないということで嬉しくなっていたものですから、 椅子まで持ち出してきて、ここで疲れを癒して休んでいってくださいと申しました。私は絶対に大丈夫という思いから、大胆不敵にも、老人の遺体をばらまいたちょうど真上に椅子を置いて腰掛けたのです。警官たちは納得したようです。私の態度を見て、心配したことはないと思ったのでしょう。 私は不思議なくらいくつろいだ気分でいました。警官たちは腰を下ろして、私が元気よく応対すると、彼らも気楽に話してくるのです。ですが、そのうちに自分の顔が青ざめてくるのが分かって、早く立ち去ってくれと思うようになってきました。頭がズキズキ痛んで耳鳴りがしているような気がするのです。 警官たちは腰掛けてまだ話し込んでいます。耳鳴りはますますはっきりしてきました。途切れることなく、どんどんはっきりと聞こえてくるのです。この感じから逃れたくてたくさん喋りました。それなのに、耳鳴りは止まず、もっと明確に聞き取れるようになって、それからやっと、この音は、 自分の耳の中で鳴っているのではないということが分かったのです。顔から血の毛が引いて真っ青になっていたはずです。でも私は話題が途切れないようにますますおしゃべりになり、声まで高くなっていきました。それでも音はどんどん大きくなってきます。私は一体どうすればいいのでしょう。 低くて鈍い小刻みになる音、綿でくるんだ時計から漏れてくるような音、私は息をするのも苦しくなってきました。でも警官たちにはこの音が聞こえてはいないのです。私はさらに早口にもっと熱っぽく喋りました。それでもやはり音はじわじわと大きくなっていきます。 私は立ち上がって、どんなつまらない話にでもそうだそうだと、それも高い声で、かなり大げさな身振りを交えてうなずきました。そうしても、あの音は着実に大きくなってきているのです。どうしてこの連中は帰ろうとしないのだ。お前たちの顔を見てると腹が立ってくるのだとでも言わんばかりに、 私は床を一歩ずつ、ドスンドスンと踏み鳴らしながら行ったり来たりしたのです。でも音は、じわじわと大きくなってきます。ああ、神よ、どうすればいいのです。私は口から泡を飛ばし、ざれごとを口走り、散々毒づいてやったのです。自分が座っていた椅子をガタガタ揺すってみたり、 床板に椅子をこすりつけて、キーキーと嫌な音を立ててみたり、それでも音は、かき消されも途切れもせず、さらに大きくなってくるじゃありませんか。音が大きくなっているんです。今よりももっと大きく、今よりももっと高く。それなのにこの連中と来たら、相変わらず面白そうに喋って笑っているんですよ。 この音が聞こえてないのかああ、全能の神よ。違う違う、聞こえているんだ。疑っているんだ。わかっているんだ。私が怯えているのを面白がっているんだ。あの時はこう思ったのです。今もそうだと思ってます。どんな目にあったって、 こんな苦しみよりはましだ。こんな風に嘲笑の的にされるくらいなら、どんなことだって我慢してやる。偽善者め、こんな作り笑いにはもう我慢できない。わめき散らすか死ぬか、そのどちらかしかないじゃないか。ああ、まただ。よく聞こえるぞ。大きく、もっと大きく。 もっともっと高く、大きく響いてる。このゲスどもめ。私は怒鳴りつけました。もうとぼけるんじゃないよ。そうさ。この私がやったのさ。板をめくってみろよ。ほれここだ。これだ。これがそうだ。これこそ。 あのジジイの恐ろしい心臓の音だよ。